玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字生徒部ですね、中学2年生3年生のですね、9月検定課題、はい、こちら平家物語を書いて説明をしていきます。はい、今月もですね、9月も行書課題となります。はい、行書課題はですね、天格観は気持ちのつながりを意識して書いていきます。この横画から次の画へと、この行く鉛筆用紙ですね、この2画目から3画目、はい、この左払いもそう、ここもそうですね、はい、この跳ねていく、この、ね、跳ね次の画へ向かっていくというですね、気持ちのつながりを大切に書いていきます。はい、またですね、天格の連続部分にですね、注意して書きましょう。天格の連続部分とは、例えば物語の物ですね、このもの。はい、左払いから横画、これも左払いから横画へのですね、連続。はい、この5のですね、横画から左下への鉛筆ですね。はい、あとここ横画から縦画、左下への、この連続した部分ですね。はい、そこの書き方に注意していきます。一度ですね、止めてからですね、はい、鉛筆をしていくという書き方になります。はい、またですね、この感覚ですね、文字の感覚、はい、感覚にですね、気をつけて書いていきます。特にですね、言偏は横画感、ここは感覚は狭くて等しく見えるようにですね、書いていきましょう。家のここもそうですね。で、ここ、止めてから、ここですね、立てていきますね。で、この流れ、筆の動きをですね、よく見て書いていただきたいというふうに思います。はい、で、家はここ、終筆はですね、次第に太く書いて、最後は止めていきましょう。はい、またこの仏のですね、牛編のですね、この跳ねてからの右上がりに払い上げていく、ここの書き方ですね、穂先が下になってそのまま押さえて右上がりという書き方になりますので、そこはですね、後ほど私がですね、書くところをよく見てですね、練習を重ねていただきたいというふうに思います。この赤手本課題はですね、裏面にですね、赤手本の書き方というのがあります。はい、そこにですね、書き方注意するところがですね、細かく書いてありますので、はい、そこをですね、最初によく見てですね、書くようにしていきましょう。はい、それではですね、早速書きながら説明をしましょう。はい、では平ですね。はい、まず1画目、右上がり、はい、押さえます。で、画の中を取って2画目を押さえます。で、払うようにして3画目押さえます。で、左に払って4画目、はい、右上がりで伏せます。はい、そして5画目は立ててまっすぐ下に体で引いていきましょう。はい、平です。次、家、はい、1画目、1、2、3、2画目向かって払います。はい、画の中を通って外に、で、押さえて右上がり、ちょっと丸めて丸みをつけていって、そして払っていきます。はい、この払いを受けて4画目、こうですね。はい、そして5画目にこう止めます。画の中を通って6画目、はい、右下に行ってから押さえて立てて丸みをつけて内側に入っていきます。はい、で、跳ねていきますね。はい、7画目、はい、この接している付け根のところから左下ですね、はい、角の中を取って払って外に出て、はい、払っていきます。次、9画目、はい、左に払っ
ていきます。で最後10画目、はい、下に太くして最後止めます。はい、家ですね。はい、物語の仏ですね。はい、左払いから横画への連続した書き方、はい、気持ちをつなげていきましょう。少し立てていきます。右押さえて次右上がり、はい、3画目は画の左側、横画の左、右側ですね、ごめんなさい、横画の左側、はい、で跳ねて穂先が下に向かい、下に行ってる、その流れそのまま押さえて右上がりで払い上げていきます。はい、5画目はそれを受けて下から入るようにして左で、ここも左払いから横画への連続です。ここを押さえて内側にこう次第に太く寄せて跳ね上げていきます。はい、ここの左払いはさっきの家と一緒ですね。はい、この転接俺のところから左払い止めます。角の中を通って外に出て、はい、左払い、はい、払う方向に気をつけていきましょう。家も同じですね、方向に気をつけていきます。はい、次あたりの5、ごんべん右上がり強く感覚を狭くです。1、2、3、右上がり強く、でここ気持ちをつなげてこう払って三角目押さえて払って次の角に向かっていきますね。押さえて払って内側にで、ここ角の中を通って外に出て押さえて右上がり、はい、横角間等しく狭くですね、はい、横角省略で押さえて跳ねて次の角へ、はい、作りに向かっていきます。はい、この流れを受けて下から入るようにして右上がり、はい、押さえてここでちょっとこう跳ねてるような気持ちをつなげていきましょう。押さえて押さえて内側にグッと払って、はい、右上がりで押さえます。またこれも払っていきます。はい、11画目内側に、ここ角の中を通って外で押さえて右上がり押さえて、はい、ここ天角の連続気をつけていきます。はい、はい、このようにして書いていきます。行書課題ですので気持ちをつなげてですね、書くといったところに注意していきましょう。また天角の連続ですね、左払いからの横角、横角からの縦角へのこの連続ですね、そこに気をつけていきます。そして家のですね、左払い5、7、8画目、仏の7画目8画目をですね、方向に気をつけて書いていきましょう。はい、今日は以上です。